ちょっと男の子にもなれるスライム。プニルは可愛いスライム。第3話の反応集&感想どうぞ。アバンなしいきなりオープニング、卑猥なスライムアニメ始まった。最強女子小学生楽しみ。ペンギンフォーム提供。プニルちゃん開幕劇をこ。プニルちゃんの怒り方可愛すぎやろ。割と1話の時点で冷たかったのでは。ここでサブタイが読み切り版のタイトルなのはどうなるんだの楽しみ。歩き漫画はほどほどに。この頃は仲良しだった。割と昔から同じやりとりしてた。やっぱ過去プニルペンギンだな。ちゃんと門を開けろ。扉から謎の生命体が出てくる恐怖。サイコロステーキ先輩かよ。ところてんスライムはトラウマすぎるのよ。戻り方気持ち悪。褒め言葉。再生の動きが地味に怖い。尻を見せながら腰を振るタイプの可愛いはまずいですよ。まれたてから絶妙にうざい。マスコット時代のプニルも好きなんだよな。ペンギンスライムの頃はいいコンビだったのに。プニルだって可愛いじゃねえか、コタロ。まるでコロコロの漫画みたいだ。10トンハンマー。令和の世にもシティハンターは生きています。キュティちゃん来た。また新しいぬいぐるみに手を出したのか。ドンキのキャラにこんなんいたな。こんなところにライバルがいたのか。うわ、噂には聞いていたがやばいな。限界キュティちゃんオタク。男の子が可愛いもの好きはいいけど、これはちょっとあれだ。ホラー展開かな。足がキモいのはそうだけど、コタロールームって扉の内側につけてんのか。プニルスライム形態を見ると食人してきそうに見えて仕方ない。怖すぎだろ、シャイニングより怖い。可愛いぬいぐるみ好きはここではギャグで流してるけど結構深刻だったり。そんなこと言ってペンギンプニルのぬいぐるみはずっと枕元に置いてるんだよね。キュティちゃんに憑依したぞ。動く人形、グロすぎる。呪われたキュティちゃん。どうしてこうなった。ちょいちょいホラーだな。ぬいぐるみの中からスライムがにじみ出てくるのはマジで怖いです。そりゃぬいぐるみは密閉できませんからね。全身の穴という穴から体液を吹き出して無事死亡。性癖破壊ならともかく、これはトラウマを植え付けられるな。今も昔も変わってなくない。可愛い顔には旅をさせろ、物理。顔が見たくないなら顔だけ離れてやら。上の大仏もびっくりだよ。顔っていうか前半分だろそれ。部品補充線の回。半分のまま何事もなく生活してたの好き。プニルって家の中でも靴履いてるけど、ドラえもんみたいに1センチ浮いてるとかなのかな。今週のプニルちゃんニュース。前年部がアメリカンドリーム掴んだ。プニルの顔のままアメリカまで行ったのかよ。すでに野望達成していたんじゃねえか。サンキューかわいいの好き。フォーエバーかわいいの好き。なんか今とんでもないお声が聞こえた気がする。これ第1話でやったな。アメリカはマジでスライム先進国ですからね。ツッコミどころ満載でツッコミが追いつかない。なんだこれ、なんだこのアニメ。そろそろ夢落ちが来るのでは。前田くんもぶ。放送事故。重さで潰れた。ちょくちょくスライムホラー挟むコロコロアニメ。映像化すると絵面が怖くてブラックギャグすぎる。プニルちゃんといたら退屈しなそうよね。プニルちゃんに極上のクリームソーダごちそうしてあげたい人生だった。まだ大事に飾ってあるトロフィー。ガチで世界杯優勝したのかよ。急にイケボになるな。大人の遊び場、意味深。大人の遊び場に行くときに使える画像。お前も子供定期。コタローの大人が可愛すぎる。コロコロ3冊大人買い。付録目当ての転売ヤーかな。コロコロ3冊買う財力は魔法ことなき大人。大人は読書用、保存用、布教用に同じ雑誌を3冊買うからな。コロコロ大人買いするのはデュエマが知性くらいなんだよな。激なチックなコタロ。今回はコロコロギャグ多いな。その趣味は変わってないのか。コラボカフェが大人の遊び場なのはそう。まあコラボカフェはあんま子供は来ないかな。中学生でコラボ的なカフェは出費大変だろうな。コタローも大概変人だよな。なんでプニルいるんだよ。お前圧縮率どうなってんだ。質量保存の法則完全無視スライム。なんかもう展開が行き当たりばったりすぎて、まさにコロコロ味があります。まさかのカップル限定。リア充限定アイテム、
ぼっちには辛い。プニルちゃんに頼めばええやん。カップルになるしかねえな。しょうがないしょうがない。申し訳ありませんが、キャンセルとさせていただきますじゃなくて最初から言おう。カップから出てる頭部分かわいいな。実際カップル限定なんてあるのだろうか。原作だとなんでカップル限定なのかがちゃんと読めたはず。都合のいい女、イヤスライム。カップからニュッと出てくるプニルかわいい。クリームソーダで釣られるスライム。プニルちゃんちょろいな。今週のびっくりドッキリ変身マンク来た。やっぱここ回によっては決め台詞違うんだな。今週の変身マンク、毎度変身マンクのありがたみに涙してる。この自己顕示欲満載のバンクス子、ちょろかわいい僕です。変身シーンのガチャ演出好き。ちょっと大人なかわいいプニル。人気の高いちょっと大人バージョン。よかった、制作委員会は大人プニル見捨てててなかった。放射水と洗濯のりで彼女を作る男、ぺったんこなのが素晴らしい。突然のメシテロ、ドカ食いキュティセット、ファンシー系のコラボカフェでラーメンだと、炭水化物の暴力デラックス、デラックスセットのカロリーやべえな。おっと、食べたいのならツーショット写真が必要だぜ。ここは周知プレイのお店なん。どういう決まりだよ、店が厳しすぎる。クソめんどくせえ店だな。 DX キュティセットのハードル高すぎる。注文の方位料理店かな。大人モードプニルが美少女すぎる。いつもの光景、いつも抱き合ってるからちょろいもんでしょ。スライムでもいいじゃない、可愛いんだから。コタローブリーか。プニルが真っ二つに。いい、やっぱ耐久力が。よく真っ二つになるヒロイン。とんでもね、殺害現場みたいなことに。緑虫呼ばわりはひどい。ここめっちゃコロコロのノリ。お金払ったのか。メンツが潰れやそりゃいけないよな、思春期ってそんなもん。プニルの手へがおかわいい。プニルンズが帰ってきた。綺麗なプニルことプニルンズ。古典的な呼び出し。声でか。うるせえな。いい笑顔だ。朝からめっちゃ元気。子供の日を楽しみにする中学生。そういえば中身小学生でした。キララパイセンからご褒美とな。詳しく聞きたいときに使える画像。コタロウもちょろいな。ナンパくんもコタロウくんの扱い上手くなってきてる。しれっときたな。なんか BGM が全体的にブルー赤みがあるんですよね。あ、母性のやべえやつ。なんかもうキララパイセンの顔見るだけで笑いそうになる。なぜ小学生が目の前にいるのに暴走しないんだ。スライム式口封じ。キララ先輩と付き合える、意味深。絶対付き合うの意味違うだろ。付き合える、バイオレンス。アンジャッシュネタみたいになってて草。この人分不良どうなのな。今週の図工ノルマ定期。てか小学生のイベントに中学生が参加しようとすんな。ガトツゼロスタイルを極めていそうな顔をしている。クリア後のやり込み要素枠の先輩。この手のやべえ女は大抵強い。打ちひしがれてて草。子供にあやしてもらってるナンパくん。バトル鉛筆喜んでるな。バトエンで一生遊んでられる男子中学生がいるアニメは名作。割引券は正義。クリームソーダが万能すぎる券。スーパーシード枠。なんだこいつら、どう見ても小学生じゃないやんけ。地上最強の生物みたいなの。小学館じゃなくて秋田書店の何か、あれでは。コロコロより週刊チャンピオン向きの人材。死刑囚とバトルしてそう。スパイファミリーのドッジボール大会思い出した。コロコロの小学生はガタイがいいのが多いからな。地上最強の母性。見た目で差別しないのは偉い。キララ先輩、こんな連中に勝てるんですかい。男になれプニル。クリームソーダがもらえても男の格好するのは嫌。プニル的には可愛い把握まで女の子なんだな。クールプニルいいな。可愛い男の子になればいいんじゃないかな。イケメンプニルくんも見たいぞ視聴者は。変身バンク2回目来た。放射水と洗濯のりでスライムができることをそれとなく伝えるアニメ。メラミンスポンジどうなるんだ。語形もありなんだ。激落ちくんじゃねえか。2度目の変身シーン助かる。意外と変身バンク長いんだよな。変身バンクは引き伸ばしの基本。
シャキシャキボディタイプスライム。メラミンスポンジでなぜ勇者に。プニルちゃん、男の子になった。ショタにもなれると代わりといろんな需要を答えられる存在なんやな。サブレ王子めいたプニルほんと好き。さすが無生物だけあってどっちもいける。ショタプリンス、プニンスか。ズボンの下にあれは生やしてるのかな。声の変化がすっごい。きちんと男の子演技になってる。プニルのボーイッシュ声いいな。コロコロ主人公みてえな男児が出てきたぞ。強そうな子出てきたと思ったら伝説のチャンバラマスター。あまりの強さに大会で金幕さ。チャンバラ大会でできんって何だよ。ベンガルトラを倒せるわけねえだろ。この町は修羅の町かなんかなのか。10連覇ってどんくらい頻度で大会やってんの。刹那の見切り来た。カービィの居合斬りミニゲームじゃねえか。おいバカやめろ、N 社に怒られるぞ。今の小学生に伝わるのかこれ。刹那の見切りっぽい音楽ちゃんとなってて笑う。瞬殺で草。断面マニア感気。さすが10連覇の切れ味。ドラゴンボールで似たようなシーン見た。刹那の見切りでメガトンパンチされてしまった。やっぱりスライムは弱かった。このスマは除く。あのガキブ装飾の覇気遣いだったのか。スライムだからって体切断が多い。鉄格子で細切れになったり一刀両断されたりする動きがターミネーター2の液体金属を思い出す。真っ二つにされて普通に手で戻した。まだ顔に切れ目が入ってるんだよ。線が入ってるのじわる。切れ目ついたまま喋ってるの草。原作でもこのシーン好き。小太郎はね、いい子なんですよ。以前のペンギンに近いから優しいのか。くっついた。クリームソーダで元に戻るシステム。水分が補充されて元に戻れたわけですね。塩対応小太郎。クリームソーダがなんとなく飲みたくなった。本当にこんな私の脳内そのまま出しただけの漫画をアニメ化してよかったんですか。鍋シーン、鍋シーンじゃねえか。面白すぎてあっという間に終わっちゃう。ここのエンディング、微妙に D4DJ のエンディング要素。やっぱエンディングの消化場合いな。やっぱりキャラ声で賞を歌えるのおかしい定期。次回、新キャラだ。はアリスちゃん登場か。いかにもツインテお嬢様風の新キャラが登場ですね。は、アリス可愛すぎるが。あの凄腕隊女子小学生の戦い見たかった。相変わらず無秩序というかはちゃめちゃなノリでクッソ笑た。プニルって昔から自意識過剰でナルシスト気質だったのか。ちょっと大人なプニルやばい可愛すぎるな。ロリ性癖もスレンダー性癖も満たしてれる神アニメだわ。別頃の読み切り時代の話がアニメ化されることによって本当にコロコロ初の深夜アニメが生まれてしまった。よく考えたらアニメ化した漫画は数あれど連載前の読み切りまでアニメ化するのって結構希少なのでは。アンケート再開の読み切りのアニメ化で意外と面白かったからやっぱコロコロってレベル高いなとか思ってたら、絵コンテ鍋神のせいで鍋神の手腕のせいかと思ってしまったわ。このアニメ変身バンクが長すぎるところだけが欠点だな。今期でもトップレベルに面白い。プリキュアなんて毎回5人ぐらいのバンクあるんだ。1人かける2回ぐらいなんてことはない。プニルは可愛いスライム。第3話視聴させていただきました。可愛いのスキーシー CV チャフーリン。ということで今回は原作が連載化する前の読み切り版をアニメ化エピソード。相変わらずのカオスっぷりで面白かったです。っていうかペンギンバージョンのが好き勝手やってない。ぬいぐるみからありとあらゆる液が出る絵面とか完全ホラーなのよ。性癖がなくなった代わりにホラードマシマシになった感じ。しかし小太郎が冷たくなったのってやっぱりプニルが無意識のうちに好きだからなのかな。このアニメってギャグアニメなんですけど、どうやらラブコメって言ってる人も多くて、ってことはやっぱそういうことなのか。次回予告の時のカットも小太郎がプニルの顔見て頬染めてたっぽいのがあったし、いやまあミスリードなのかもだが。あと1話で2回も変身バンクは確かにちょっと長いなって思いましたが、どんな姿になるんだろうってワクワクがあるから全然許容範囲。作がいいのを保ってるし、こういうとこでちょっとぐらいかぶらして省エネしてもらっても全然構いません。あと細かいネタで笑ったのは、女子教養のメニューなのに二郎系ラーメンをセットに入れる狂気のコラボカフェとか、星のカービィスーパーデラックスのミニゲームの一つである刹那の見切りのパロディーとか、てかほぼそのまんま。
スーパーファミコンが4000円安くなるクーポン券付き。今の若い子このネタわかんないだろうな。そしてこんなにカオスだったものをクリームソーダ一つでいい話だなーって締めるのも良かったです。最後のクリームソーダ美味しい。テプニルのセリフになんか可愛くもちょっとなぜか感動しました。この二人の関係性ってのもこのアニメの主軸だそうで、どんな感じに変わっていくのかも楽しみです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。